まだやれたか、やりきったか、楽しかったな。いやもうただありがとうっていうだけだ。本当に対戦の責任はもう何も必要ないから上半期島帰ればいいし3年生なんかは特に大山じゃないとか遠いとこから集まっていいな。よくやってくれると思う。目標としてるね、ところにはたどり着けなかったんだけど、お前たちが開けた扉っていうのはものすごく大きい扉開けたと思うよ。泣く必要ないし、これがやりきったっていう涙だったらいいけども、胸張って堂々と福島帰れ、大丈夫だから。で、1年生はまだまだやらなきゃいけないことがたくさんある。今のままじゃダメだし、ただ続けるだけじゃダメだし、そこに勝ったっていうことだけを、それだけで肩で風切って歩いてるようでは何にもならない。3年生はそれをまだ伝えるという役目があるから、まだここで終わりじゃない。このチーム、この学校にいる人はやれることをやって、それが最後までできる背中で物を語るという男の子、まあ、本当にありがとう、まあ、このお前らとのこのチームの旅はここで終わるけど、ここからまた新しくなっていかなきゃいけないと思うから、ここから始まると思って、またやってるわ。いつまでもお前らはチームメイトだと思ってるし、本当胸張って帰れればいいよって思ってるし、うん、まあよくやったとはまだ言わない。ここからだ。お前らはここからそれぞれ行くところ、ここからが大事になる。ここで得たものをどうやって生かせるのかと思って、しっかり生きてる全員が。